しょ。お、ついてる。はい、どうも、ブラックパンダです。今回はレノボアイデアパッド330のジャンク修理をやっていきます。日本橋のショップインバースさんで購入しました。このジャンクは通電 NG、まあもちろんバイオスも NG で、 CPU は不明、メモリも不明、 HDD はなしのジャンクになります。で、あの備考欄のところに書いてるんですけど、これね、海外製のノートパソコンのみ5000円以上のものが3000円オフっていうキャンペーンみたいなのをやっていて、ということはね、これ6000円って書いてたんですけど、これ3000円オフなんで半額の3000円で購入することができました。とてもラッキーですね。側面には DVD ドライブがついています。反対側は SD カードスロット、 USB-C 端子、イヤホンジャック、 USB3.0 が2ポート、HDMI LANポート、電源ジャックですね。裏面は何もなしです。それでは中を開けて見てみましょう。中を見るとキーボード液晶はとても綺麗で、なんと第8世代の Core i5 のシールが貼ってありました。こちら本当に搭載されているんでしょうか、楽しみですね。それでは動作確認していきたいと思います。安定化電源を見ると電流がなんか流れたり流れなかったり、ちょっとピクピク動いてる感じがありました。この時考えたのは、部品が壊れていてショートしかかっているのか、まあそれで起動しようとしているが何かが原因でできないのではないかなと考えていました。もし後者の場合なら CMOS クリアで治るかもしれないなとか、 BIOS の書き換えも視野に入れた修理になるかもなんて考えてたりしました。まあでもそもそも通電してないんで、まあロム不良なんかは考えにくいですけれどもね、多分どっかが壊れてるんでしょう。まあ、もちろん電源はつかないですね。それでは分解していきます。最初の MOSFET が裏にあったんで、もう最初から全部バラバラにしました。ちなみに CMOS クリアは、全部分解する前に試したんですけど、まあ、もちろん動作することはなかったです。こちら今測ってるんですけど、コネクター部分の 20V OK、 こちらヒューズですね、こちらちゃんと 20V 導通してますね。で、今最初の MOSFET のところに電圧測ってるんですけど、ここからの出力 20V が出ていませんでした。アダプターからの最初の MOSFET なんでジャンパーしようか悩んだんですけれども、ここのゲートに電圧が来てないのが気になったので、ちょっと回路を追ってみることにしました。この機種の回路図見つけられなかったんで、アイデアパッド320のものを見ながら行うことにしました。この MOSFET のゲートにかかる電圧はこの IC チップの4ピンから来ているみたいなんですね。電源系のコントローラー IC っぽいですが、ここの4ピンにテスターを当てて測定してみました。ここから電圧が来てないんでゲートがオープンにならないんだと思います。この後回路図を見ながらトレースしていると、ちっちゃくパチッと聞こえて、安定化電源を見たらえらいことになってました。
完全にショートしてますね。もしかしたら壊れかけてた部品にとどめを刺したのかもしれないですね。このままサーマルハンドで発熱してる部品を探してみます。20ボルトラインの2つ目のモスフェットが熱くなってました。さっき測定したモスフェットの隣のやつですね。このモスフェットですね、とりあえずこいつを外してショートが収まるか見ていきましょう。どうやら外したモスフェットの先でショートしてるみたいですね。モスフェットを外したところに電気をかけてサーマルハンドで発熱している部品を探していきます。全然見つけられなくて3アンペアまで電流を上げちゃいました。するとようやく発見、このコンデンサが発熱していました。見た目はすごい綺麗なんですけどね、四角で囲んだ部分が該当するコンデンサだと思われます。 CPU につながっているラインっぽいから、ここがダメになってさっきの IC に電圧が来てなかったんでしょうか。回路図を読み込んでないんで予想になりますけれども、コンデンサを外してチェックしていきましょう。ビンゴです。ということは、収まってんぞ。収まった。無事ショートが収まったので、先ほど取り外したモスフェットを取り付けていきます。そしたら動作確認していきましょう。お、ついてる。
しゃ、つけるね。オン。バイオス来い。よっしゃ。バイオスオッケー。第8世代コア i5-8250U1.6GHz、 4コア8スレッド最大 3.4GHz だそうです。こちらオンボードメモリは 4GB 搭載、最大 12GB まで増設可能みたいです。空きスロットは1つなんで 8GB の DDR4 のメモリを挿せば最大ですが、ちょっと出費が痛そうですね。それでは最後に Windows 10の入った SSD を入れて動作するか確認をしていきます。いやー、でも今回直って本当にめっちゃ嬉しいっすね。最初の予想通り起動しようとしていたけどコンデンサがショート仕掛けていて起動できなかったんでしょう。なので安定化電源の数値がピクピクフラフラしてたんだと思っています。っていう感じで自分の中ではまあいろいろ理解したんですけれども、まあもしねこの考えとかやり方いろいろ間違ってるなと思ったらコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。ちなみにコンデンサはどなり見つからなかったんで取り付けはしていません。このままでもいけるのか検証も兼ねてしばらくこのパソコンで遊んでみたいと思います。しかし第8世代 Core i5 が3000円なんて超お得でしたね。こういうのがジャンクいじりの醍醐味的なところってありますよね。 Windows 10も無事に起動して動作しているので今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。